予選第2ブロック最終試合、早速参りたいと思います。波動ファイト。まずはガチ恋1番奥川ルー君選手5311、真ん中あっちゃん選手1135、そして手前やベッチ選手が3241です。対するラルプドとシゲイチ、一番後ろにおりますニル選手が1135、そして、ニル選手のすぐ前におりますレナ選手3241、イースト選手が4321といったステータスです。まずは1対1、さあ縦横無尽に動き回ります。さあヤベッチ選手も点数を取って2対1、まだまだ時間は半分あります。シールドをしっかりと温存しているナルプドット CH、 ここで3枚目貼っていきます。自分の位置壁を使いながら、後ろ目にガチ恋あっちゃん選手はシールドを後ろ目に貼って守りの体勢。さあイースト選手が正面にルルーク選手取って2連続得点。残り時間は20秒、ラレプドット CH が1点のリード。さあここどうなっていくか、1点を取ることができるかガチ恋、ラレプドット CH 逃げ切るか、ニル選手レナ選手がライフが1枚だ、逃げ切るか。さあ追加点2対4、ラレ